こんにちは、クレイセラピスト前島麻衣です。今日はですね、クレイパックをするとなんでお肌が潤っていくのかというお話をしていきます。先日お話ししたんですけど、クレイファンデーション、こちらね、加えるクレイのブレンドによってお肌を乾燥させてしまうとお話ししたんですけど、潤うんじゃないのと。これね、実際言われたことあるんですよ、昔講座で。クレイ乾燥させちゃうけど、それスキンケアできるってどういうことって言われたことがあるんですけど、そうそう、乾燥もさせちゃうんですけど、スキンケアもできて、潤いケアもできるんです。じゃあこれなんでかって話なんですけど、クレイパック。クレイと水を混ぜてペーストにして、パックをするクレイパックなんですけど、このクレイパックで使うクレイのペースト、クレイのペーストって呼んでるんですけどね、このペーストがいろんなクレイの使い方の中で一番吸着力を発揮してくれます。クレイにはいろんな使い方があります。この粉のまま使ったりとか、クレイのペーストよりももっと多くの水と混ぜる使い方ですとか、あとはオイルに混ぜて使ったり、ジェル機材に混ぜて使ったりというような、いろんな使い方があるんです。そういったいろんな使い方の中でクレイのペーストが一番吸着力を発揮してくれます。ちょっと待って、吸着力発揮してくれるのになんでお肌乾燥させるんじゃないのって思うかもしれないんですけど、クレイのペーストを20分間お肌にのせるんです。のせてる間にその強い吸着力によって吸着することでね、お肌の老廃物とか余剰物とか吸着してくれるんですよ。で、吸着するといらないものが吸着されればね、浸透圧のような力が働いてお肌の水分をね、こう調整していこうっていう風に働いていくわけです。そのことによってお肌が潤っていくということになります。クレイのペーストって水がベースなので、その水がお肌に入り込んでいるから潤うのもあるとは思うんですけど、それだけじゃなくって、浸透圧のような力が働くことによって水分バランスが調整されるので、お肌が潤いやすくなるということです。お肌の中で水分バランスを調整しているので、その潤いが持続しやすくなります。かたや先日お話ししたクレイファンデーションのように、お肌にこうね、塗りますよね。塗るとこの表面に広範囲でクレイが付着することになります。そうするとクレイの吸着力ってクレイのペーストよりは弱くなるって想像つきますよね。だって塗ってる量が少なくなりますから。あとはクレイを水と混ぜているか、クリームベースと混ぜているか、ここにも違いが出てきます。クリームですとか油になると吸着する力が弱まってくるんでね、浸透圧のような力を起こすのが弱くなってくるので、水分バランスを調整しにくくなってきます。でもクレイの吸着力は働くので、お肌のね、皮脂を吸着して乾燥を招いてしまう場合もあります。なので、やはりこういったクレイファンデーションとか、あとはこちらはクレイのスキンケアクリーム、ここにどのクレイをどの量を入れるか、これがポイントになってきます。なので、このような塗るアイテムの場合は乾燥してしまう場合があるということです。クレイの使い方いろいろあるんですけどね、いろんな用途でクレイを使いたいという方はやっぱりね、ちょっと学んでから使った方がいいです。あとは肌質って人それぞれなんでね、やっぱり使ってみて自分がどうかって、ここが重要なんです。なので、クレイ使うときにはいろいろ注意をして使ってみてください。